こんにちは。人は批判を浴びながらもしかしたら成長したり潰れたりするのかもしれません。確かにね、吉田さん、誰かから投げかけられたメッセージ、言葉っていうのはポジティブに解釈するのかネガティブに解釈するのか、その情報を渡された本人に任されているところはあるんじゃないかなと思いますよね。まあ、ですので言葉の定義も、こういうふうに定義しなさいって言われればね、それは学校のテストだったらその通りに書かないといけないんですけども、こと人生において言えばですね、いろんな解釈をしていいわけですよ。例えば朝礼誤解っていうのがあります。これはもともとダメな言葉として使われているんですよね。朝こういうふうにしましょうって言ったことを夕方にもう全然変更されていると。そしたら、おい、朝礼誤解じゃねえか、そんなことじゃこっちもうやってらんないよっていうふうになってたんですけども、これは時間の流れが遅い時代だったら、それは朝礼誤解は多くの人にとって困ることだと思います。朝の命令が夕方に変更って言ったら困りますよね。でも現在のように情報の流通が早くなると、朝礼誤解はあって当たり前なんですよ。朝出された指示が夕方に変更になっているから、クイックレスポンスって言って、その変更についていける人だけが次の日の出勤とかね、マーケットへの参加を許されるってことですよね。だから情報っていうのは一刻一刻変わりますんで、その情報の変化に対応できるスピード感のある人、クイックレスポンスのできる人だけが、要するに素早い人だけがね、生き残っていくってことになると思います。ですんで朝礼誤解っていう解釈も今はもう変わっていくのかもしれませんよね。それでね、ちょっと話題変わるんですけども、そのちょっと前からね、北海道旭川で14歳の女の子が、いじめから始まった性暴力とかでお亡くなりになるっていう事件があったんですよ。これは、最初は自殺として報じられていたんですけども、最近では他殺説が有力で、しかもね、これが自ら命を絶ったにしてもですよ、いじめというものがなければそうならなかったということを考えたら、これは他殺として処理するべきなんだろうなっていうふうな新しい概念も出てきてるわけなんですよ。いや、私もね、これはね、最終的に自分の命を絶ったのは自殺という形で自分であったとしても、その原因を作った人に問題があるから、これ他殺として扱ってもいいんじゃないかなと思うんですよ。もともとね、いじめっていう言葉が軽すぎるんで、完全なる暴力っていうかね、傷害であったり殺人であるみたいな感じで解釈する時代に入ったのかなと思うんですよね。で、言いたいのはここじゃないんですよ。ある方がですね、いじめられる方にも原因があるっていうふうなことを言い出したわけなんですよ。で、実はね、私ね、この考え方には別に、納得できる点はあるなと思うんですよ。いじめられる人にも原因があると。でもだからといって原因があるからといっていじめていいってことじゃないですよ。だからここをね、ごっちゃにする人がいるんで、ちょっと待ってくださいよと思うんですよ。確かに、例えばね、声に特徴があるとか、背がね、低いとか高いとか、それからなんかね、歩き方が変だとかね、いろんなところにみんなお互いに原因はあるんですよ。だからいじめられる原因は100人いたら100通りあるんですよね。でもそれを元にいじめるかどうかっていう加害者側の理屈ってのはまた別のところにあると思うんですよ。確かに原因は私たちお互い持ってる。でもお互いに許し合える範囲なのか、見て見ぬふりができる範囲なのか、それともね、おあいつなんかこれこれだからいじめてやろうぜみたいな流れを起こして、それに同調する、同調圧力が引っ張られるほどの特徴なのかっていうところがあってですね。だからこれね、誤解して言ったらまずいのは、原因があるからいじめていいってこともないし、自分には原因があるからいじめられてもしょうがないんだって思う必要は全くないと、そういうことじゃないんですよ。そういうのを一緒にしちゃう人がいるからちょっと困るんですけども、いろんな原因はあるけども、それを攻撃に向けるのはやめようねっていう風なのが道徳かなと思うんですよ。例えば出身地がちょっと違うからとか、英語の授業で発音が妙にいいからいじめるとかね、原因は確かにある、鼻がつくところあると思います。でもだからといって攻撃する大義名分にはならないよっていう風なところをもっと広めていかないといけないのかなと思うんですよ。みんなそれぞれ違いはあるし、それをどう解釈するか自分たちに任されているのに、なぜかね、あいつを攻撃してもいいんだっていう解釈に向ける人がいる、そしてそれを容認するその他大勢がいるってところが問題なのであって、このね、いじめられる方に原因があるって言い出した人ってのは、そういうことを言いたかったんだろうなって私は思うんで、何でもかんでもね、いじめられずに原因があるんだって言葉だけを捉えて、徹底的な反論するのはいまいちちょっと知恵がないなと私は思うんですよね。だから重ねて言いますけども、
原因があってもいじめていい正当化はできないということですよ。原因があるんだけども、その原因をみんなでね、いじめられる原因ではなくて、その人の個性だというふうな形、うん、特徴だというふうに温かく解釈する、そういったものを広めていくのが私は道徳じゃないかなと思うんですよね。だから、ね、そもそもね、人のことを気にしすぎるんですよね、吉田さんね。自分の人生まず何とかしてからやればいい話なんですよ。だから人をね攻撃するエネルギーっていうのは本当にね無駄なんですよね。そんな暇があったら自分を育むための時間に使えばいいかなと私は思いますんで、他者のねちょっとした特徴なんていうのは気にならないですよね。もちろん参考にして自分に取り入れたいなっていうものは見ていきたいんですけども、自分に取り入れたくないなみたいなのをずっと固執して、しかも暇な時間でそれをねその人をいじめるみたいなことになっちゃうと、なんか誰も良くならないなと思うんですよね。というところで今回はね、解釈の力ということなんで、いろいろとお話ししましたけども、ちょっとね最近気になるお話をさせていただきました。まあこういう考え方が億万長者に結びつくのかどうか何とも言えないですけども、はっきり言えるのは、人のことを気にしてたら億万長者になれないよってことですよ。まず自分のところをどんどん修正したりとかね、落ち度を拾っていくとかね、伸ばせるところを伸ばしていくとか、そういうことをやっていったらあっという間に自分の人生終わりますんで、でその過程で億万長者には必ずなります。まあ、人のことをついてる間に自分の能力がどんどん落ちていくっていう、そしてどん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 ね凄まじい勢いで進んでいくってことじゃないかなと。